年1年振り返ってみますと、やはり西日本の豪雨、北海道の地震、また度重なる強い台風の襲来など自然災害の非常に多い年でした。来年はイノシシ年、強い勢いのある干支でございますので、この干支の力を持って1年が平穏となりますよう祈りを込めて浜屋などを奉製しているところでございます。1年の慶和元旦にありと申しますが、ぜひ氏神様、また神社の方にお参りいただきまして、平穏無事な1年をお送りいただきたいと思っております。